つなんかね、ここ、わかんない、ここ、あ、これ硬いね、ここね。あとここ、うわ、ここ、パキパキなるね。はい。この辺全体的に、特にこの辺が硬くなってるので、はい、でこの辺ってどんな感じになってるかって言ったら、冷凍庫の中に入ってるお肉みたいな感じでガチガチに硬くなってるんですね。はい、でそれを今から生肉みたいに戻していきます。でその過程が、ね、とても痛いんですね。はい、この背中の疲れって実は足の疲れから上がってくることが多いので、はい、まあ、足からしっかり緩めていきますからね。はい、お願いします。はい。今からは本番頑張ってください。はい、こんな感じ。想像以上に痛いでしょ。結構痛いですね。ね。これ、ここ。人間痛いと笑うんですよ。笑うしかないですね。ね。ちょっとタオル取らせてくださいね。ちょっと押してる感じを。はい、やばい。やばい。想像以上ですね。想像以上ですね。この足の疲れがこう上がっていって腰に来ることが多いので、はい。はい、お仕事は立ち仕事、座り仕事、何もしてない？今してないです。あ、してないんですね。はい。でももうすぐ始まるので、はいはい、ちょっとメンテナンスしとかないと。ああ、そういうことだね。はい。よくこんな悶絶盛大みたいに痛いのにね。そうです。でも治るなら、まあ、あのしっかりね、筋肉緩んで治るものであれば取れますからね。はい。
そこ。あ、ちなみにこれがずっと60分続きますからね。その方が痛いね。ここ。これ硬い。汗が？じゃあちょっと扇風機もつけよう。はい、すいませんね。受けてるだけなのにね。ちょっとまだ5分も経ってないよ。5分ぐらいしか経ってない。60分耐えられるかな。足が一番痛いですかね。足とお尻までね、痛いかな。あ、そこを耐えれば。そこを耐えれば、まあ、大丈夫かな。だいぶ硬いね。寝てるだけなのにね。そうなんですよね。涼しいはずやのに。キンキンに冷やしてますからね。この辺
ね、なんでこの部屋がこんだけキンキンに冷えてるか分かったでしょう。分かりました。入り口で涼しいと思ってたのが、はい、今は今暑いっていうね、サウナ状態。そうそう、画面越しでは分かんないですね。分かんないでしょう。ここ硬いね。